それではトップ3です。どうぞ。第3位122ポイント伊藤千美、ウエストリート名古屋。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に後ろで待ってた時に何か、まだ聞かされてなかったんですよ。だからもう本当にずっとドキドキしてて、でも本当に3位に入れて本当に嬉しいです。今日ってエイプリルフールじゃないですか。だから嘘じゃないですよね。はい。本当にありがとうございます。これからも頑張ります。よろしくお願いします。はい。さあ続いて第2位です。こちらどうぞ。第2位は123ポイント武田真也、ウエストリート名古屋です。ありがとうございます。本当にありがとうございます。こうやって賞をもらえたのはファンの皆さんのおかげだと思っています。ありがとうございます。あと名古屋がいいステージになったのはまとめてくれたリーダーのゆきぱーのおかげだと思っています。ゆきぱーありがとう。これからも応援よろしくお願いします。そしてジムに残れるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございます。さあそれでは全国ストリート生ステージバトルファーストステージストリーグの初代 MVP はどうぞ。イーストリート札幌、金沢優希。シールを貼ってくださった皆さん本当にありがとうございます。私は、パフォーマンスがすごくうまくいかなくて、いろんな意見のある中、私なりに一生懸命頑張ってきて、それでいつもファンの皆さんにコメントや握手会とかで、ゆうちゃんは頑張ってるとこが素敵だから信じて、俺たち信じて頑張ってっていつも支えてくださいました。この結果を、この結果に応えられるような努力をこれからもし続けていきたいと思います。本当にありがとうございます。はい、それでは MVP のトロフィーを授与です。はい、そして、副賞なんですけれども、これは目録なんですが、某アミューズメントパークのパスポートと、どこというのはちょっと言わないんですけど、それは後ほどあげます。はい、それと、アイドルストリート BLT さんでですね、毎月アイドルストリート版っていうのを作ってますけれども、次号4月の24日発売号の、ストリート製バージョンは金沢ゆきが表紙ということで、はい、おめでとうございました。はい、じゃあここにいてください。はい、そしてですね、この期間中にジェムのメンバーが、2日間全4回の公演を行いまして、そこでも、MVP の投票をお願いしておりましたが、その発表もいたします。はい、ジェム VP という名前でですね、全4公演投票いただきました。ここはトップ3のみ発表いたします。それではどうぞ。第2位は、2名南口七菜、村上らなでした。
おめでとうございます。はい、そして、第1位ジェム VP のはこちら、第1回のジェム VP は武田真彩、87ポイントでした。はい、それでは、目録の授与がありますので前にお願いします。目録なんですけど、同じくアミューズメントパークのパスポートと、武田には、ソロ曲をプレゼントします。レコーディングしますので、楽しみにしていてください。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。はい、まあ、詳しい話はまた、発表いたしますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、それでは一旦、ステージバトルストリーグの表彰はこちらで終了といたします。じゃあメンバーは一回開けてください。はい、ありがとうございました。